はい、どうもゆうちゃんパパです。 KOF98UMOL 本日も楽しくやっていきましょう。本日ね、4月の30日金曜日でね、月末になってるんですけれども、ついにね、GIS 14バージョンが実装されております。わわ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 。でまぁ、ちょっとね、GIS 14バージョンちょっと見ていく前にね、ちょっと私のマネキマックスをね、ちょっとご覧いただきたいなと思うんですけれども、まあ、誰が興味あんねんっていうね、まあ興味ない方はね、10秒スキップをね、2、3回やってもらったらちょっと次のね感じに行くと思うんでっていう感じでね。ではちょっとね、マネキマックスね、ちょっと6万3000ぐらい目指してやっていこうかなと思います。ではマネキマックス、アズマックス、アズマックス、アズマックスやけ、まあ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 、アズマックスや微妙な面白さやだっていうね。いやいや、一個も思わないからっていうね、いう感じでございましたね。いろいろね、オークションガチャ以外にもね、ラッキーセブン来てたり、ラッキーセブン来たり、まあ、フルーツ大冒険来てたりで、まあパトロール隊来てたりね。めっちゃ来るやん、ガチャ中にめっちゃ来るやん。いつもガチャ中の時はあんまり来へんパターンやったけど、ガチャ中の時にもめちゃ来るという感じになってますね。はんはん。で、まあ、祈願の五木も来てるね。もうやったけど、これ。祈願の五木ちゃう言うてんのに、みたいな。いう感じみたいですね。なんか珍しく充実してきた感じになってますね。で、まあ、肝心なね、ガチャなんですけどね。まあ、結構ね、まだ朝9時半なんですよ。まだオークション来てからね、4時間半とかしか語ってないんですけどね。まあ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 っていう感じですね。でまあ肝心なね、ちょっと9問効果なんですけどね、まあ詳しい性能っていう感じでちょっと見ていくわけではないんですけど、9問効果なんですけど、まあ基本は見させてもらった感じでいくと、まあ数値のね、底上げになってる感じですね。とまあ変わった点でいくとね、まあ相手に防御型3体いる以上いると、まあ追加で400獲得するってなってるんで、怒りをねなってるんで、相手に防御型が3体以上いると、まあクマ効果っていうかね、クマみたいな形でね、初ターンに打てるような感じになるんかな。私もね、オロチアシロとね、サイキとチャン入ってるんで、初ターン相手が打ってくるという感じですね。で、あとはシールド所持中の相手を攻撃した場合、自身と周囲の味方のやけど効果を打ち消しっていうなってるんで、ね、まあ、クリティカルダメージを 20% 増加すると、で、初ターン、スキルを必ず発動するというのも変わってますね。で、この、シールド所持中の、相手をね、攻撃した時に、やけど効果を打ち消しっていうのは、このビリーバーンになるんだな、だと思うんですけどね。ちょっとわかりませんけどもね。ビリーバーンが、まあ、打ち消しできるような感じなのかな。多分、命炎とかは、多分、追加効果なんで、やけどじゃないっていう感じなんで、多分、打ち消しはできないかなと思いますけどね。っていう点がね、まあ追加になってると。まあこれはちょっとね、要検証ですけどね。まあビリーバーンが解除できるんちゃうかなと思いますけどね。わかりませんけど。で、まあこの電陣降臨があって、反撃するじゃないですか。反撃した時に敵の怒りが回復しひんというのが、まあ増えてますね。追加でなってますね。で、ダメージカットが40やったところが35に増えてると。まあ35はまあまあ、丸くないかなっていう感じはしますね。まあ、30ぐらいが一番良かったんですけどね。まあまあ攻撃型なんでね、まあこのぐらいかなって感じしますね。でまあ復活した後に、まあ、踏ん張りすると、まあ、天神主体っていうのがね、まあ、巨大化して、まあ、怒り速度と、いや、ね、行動制限、無効率 75%、 スキル耐性と必殺技耐性 20% 増加すると。でこの天神降臨と重ね掛けすると可能ということで、踏ん張った後もまあなんかちょっとまた大きくなるという感じですね。で、アンコムの悪夢とかその辺とかまあまあ変わってないですね。っていうのがね、まあまあ、追加効果で言ったら増えた点になるんですけれども、溶血無効とかないんですよね。はい、まあまあ、パッシブの追加効果はそんなとこかなって感じですね。で、スキルの方ですね。で、スキルもまあまあ、効果の底上げですね。と、増えた点でいくと、まあ、技型の攻撃をね、カットするっていうのがあったんですけども、まあ、攻撃型も増えてますと。攻撃型、技型の、格闘家の受けるダメージを、減少させると。
いうことと、でその攻撃したってあの敵メインターゲットにマークつけて、でその、ねこ敵がね必殺技を打ってくると、その暗黒の悪夢っていうのを付与するというのが増えてますね。で、まあまあ、このおまけ程度の攻撃、ね、なんかね、この攻撃防御型、技型の分で、が、ちょっと少し増えてますよ、という感じですね。まあ、ここでね、暗黒の悪夢をね、付与できるっていうのがちょっと追加で増えてる感じですね。はい。なるほどね。まあ、この暗黒の悪夢っていうのが、まあ、付与できるんであればね、まあまあ、結構デバフ入れられる感じなんで、まあこれ打ち消しできないんでね、ちょっと嫌がらせしてくるような感じかなというようなイメージですね。はい。なるほどね。まあこんな感じの能力になってますね。まあ、このね、吸文効果と、まあ消耗効果ですね、見た感じでいくと、まあちょっとね、強化になってるような感じですよね。で、まあ、ビリーバーンとかもね、こう打ち消すような感じになってるのかな。ちょっと、そのあたりちょっと検証しないと分かりませんけれどもね。まあ、そういうのがね、まあ、結構追加効果でね、増えていったかなという感じはしましたね。で、まあ、耐久もね、結構その天神降臨っていうのでね、結構硬くなっていって、まあ、回復していってっていうのがあるんで、まあ、そこそこね、育てればね、まあ、結構、残っていく可能性もあるかなというようなイメージはありますね。ただまあ結構ね普通にちゃんと育てんと、きついかもしれないですね。ポン星5球門のポン入れっていうような感じであればなかなかちょっとしんどいかもしれないですね、このキャラに関しましてはね。まあそのあたりちょっとねうちのサーバーでね撮ってらっしゃる方おられるんでね、ちょっとね戦っていこうかなとは思うんですけれども、この方ですね、ハイネさん。まあ、戦闘力はね、少し勝ってるんですけれどもね、まあ、先生じゃ負けてると。まあ、バースとかもね、S マックス開けてらっしゃる方でね。で、まあ、ギス取られて、一応星5、9門まで育てたよっていうことでございましたので、この方とちょっと対戦していてね、ちょっとどんな感じの動きになるのかってちょっと見ていただきたいなと思うんですけれども。では、ゆうちゃんパパとハイデさんの戦いを見よ。動画。はい、先生とってるのはゆうちゃんパパではございません。バースバースの S マックスから撃たれて、S マックス虫けらアタックからいいアサンスで、私がね防御型3体いるんでギースが一発目から撃っていきますね。さあサナギを破って超甘うロックのレイディングストーン、さあ来るよレップゲーム。ただハイダメージのね効果で、オロチアシを攻撃したんでカウンターでめっちゃ減る。ほんでもってこの攻撃でもカウンターでめっちゃ減る。もう全然 HP ないからギーですね。さあゆうちゃんパパと反撃、虫からアタックからゴミが、この効果で大きくなって、さあ来るよ来るよ、かっこいい。ただオロチヤシロに来たのでもう瀕死の重傷、もう1ミリしかないですね。1ミリしか HP が残ってない。さあ鉄球ブンブンぶん回してさあオロチヤシロ、この効果でギースはやられるね。ちょっとカウンターに弱いですねこれ。ただ悪夢効果がゲージに入ってますね。さあ全員スキルが出ている。さあハイネさんの反撃、さあエスピンの肉まんが出てきて腹パンチドライヤー。さあエスマックス虫からアタックから、この効果でチャンが倒れて攻守交代、キングを倒して、さあ虫からアタックゴミが、お大きくなったよ。さあこれでギースが大きくなったので、これで2発目打つんで、これは反撃が再起にとね、レップゲン。全然食らわへんねこれ。やっぱりこう武器ないとちょっと火力が弱いっすねやっぱり。肝心な、なるほどね。さあゲニツが出てきて、さあ虫からアタックじゃなくてサナギを破って超甘う。さあこれ全員倒れてタコ殴りしてこれやられんじゃん。あでも踏ん張り使って、踏ん張り使って、あら、あららららら、3ターンで落ちてしまいました、ギースくん。おい、ギース、兄ちゃん、
ギーちゃんマジか。ちょっとあれやね、これカウンターでちょっといい感じだとすぐ落ちてしまう感じですね。まあ、デバフで硬くなるんですけどね。ちょっと、なるほどね。そういうことでございますか。なるほどね。まあ、ちょっとギースちょっとやられたんで、これもうちょっとスキップしていきますね。あらー、ギーちゃん、おい、これギーちゃん、ギーちゃんか。いや、ギーちゃん早い段階でポロリンチョしたね。いや、結構ね、耐久面ね、数パーセンテージも増えていって、まあ初ターンね、結構硬くなるような感じのね数値になってるんですけれどもね。いやー、このギーちゃんね、カウンターに弱い。カウンターに弱いんでね、向こうの攻撃中に反撃していってもね、結構オロチアシアとか、その反撃のね、カウンター強い攻撃者に食らわすとね、反撃食らって次のね、そのターンでポロリンチョしてしまいますね。ミスターポロリンチョかな、これ。いや、ギースちょっとこれは反撃がアダになってるんかな。これはまずいんじゃない。この速さで落ちるのはちょっときついかもしれないですよね。まだね、ハイネさんね、まだ星5でね、まだ9問だけの状態なのでね、また、まあ、星6に消耗上げてねってなってきたら、またね、今後ももう少しね強くなっていくかなというイメージはあるんですけれども、ただ星6で消耗にしたところでね、カウンターはあんまり関係ないんでね、これはちょっとこの環境にはきついかもしれないですよ。で、まあ肝心な火力もね、やっぱ武器来ないとね、なかなかクリティカル出ないんで、でクリティカル出なかったらただの単体攻撃なんでね、でダメージカット持ちに飛んでったら、まあ、ふふーってなりますし、でガードもされるしねっていう感じなんで、まあ武器はもう必須ですね、このキャラはね。ただまあ武器使ってもやっぱりね、範囲ダメージでカウンター食らうと、またそのままやられるんちゃうなっていうようなイメージはちょっとしてしまったのでね、まあまだちょっとね、この状態でのまだ1回目の検証でね、どうなるかっていうのはちょっとわからないんですけどもね。まあちょっとこのね動画をちょっとまたね参考にしてね、ちょっとキャラのストックとかも考えていかれてはいかがかなとは思いますね。まだね星6消耗上げられてね、結構また戦力ね上げられたら、また対戦ねさせていただこうかなと思います。はい、それではね、本日はね、こんな感じのね、ちょっとギースのねキャラのね、動きの動画を上げさせていただいた感じでございます。まあちょっとゆうちゃんパパはね、スルーしようかなとは思っております。はい、それではね、本日はねこんな感じで終わっていきたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。